のタイプだわ。そんなにびっくりしないで。あなたたちのことはマスターからよく聞くわ。私は攻略ギルドサンタマリアでリーダーやってるマリア。以後よろしくね。お近づきの印に耳寄りな情報を教えてあげる。氷山フィールドの中央に神殿風のダンジョンがあるでしょう。あそこ入り口に幻惑みたいな術がかかってて中に入れないんだけど、黄色いピエロみたいなアバターが出入りしてるっていう噂もあるのよ。幻惑とピエロどんなクエストが隠れてるのかしらね。さすがにトップランカーたちはこの状況を楽しんでるな。へえ、そんなにすごいギルドなのか。ええ、ヤッコさんたち店によく集まってるから時々話を聞いてみるといいさ。そうだな。幻惑、黄色いピエロ、これはヤツと見ていいか。だろうな。本物か偽物かはまだわかんねえけどな。何を言ってるんだ。我ら殉職の七王の一人、木の王イエローレディオというバーストリンカーがいるんだ。さっきの話のやつと性能や容姿が似てるんだよな。あれ、そいつの名前ってブレインバースト側の仲間リストにはなかったよな。あやつは王であるにもかかわらず姑息な手を使う、バーストリンカーの風上にも置けない男だからな。じゃあ本物だろうと偽物だろうと特に会う必要もないってことか。ま、そういうこった。が、どちらにしろ放っておくくらいなら先にぶったたいておいた方がいいかもな。なんでだ。向こうから攻め込まれたら厄介だからだよ。仮にも王の一人だからな。協力なんてこっちから願い下げだし、敵対するにもさっさと退場してもらった方がいい。そんなに厄介なのか。ああ、やつは王の中でも特に策略家で。ニコ、話を割ってすまない。どうした、パド。町の入り口が騒がしい。行ってきても。もちろんそれはいいけど、何があったんだ。見慣れないプレイヤーが町に入ってきたそう。話を聞く限り大柄の青いデュエルアバターらしい。まさか、タク？スバルタエリアがこんなに面白いことになっちゃって、うちの旦那ったらフィールドに出たまま帰ってきやしない。まったく、どこをほっつけ歩いてるのかしら。誰かいないのか。タク！え、その姿は豚くん。もしかしてハルかい。もしかしなくてもそうだよ。どうやってその姿に。ウィンドウの下の方に見慣れないアイコンが出てるはずなんだ。この世界でだけ使える仕様みたいだけど。これかい。たくむくん、君とも再会できてよかったよ。マスター、よかった。
みんな一緒だったんですね。タク、大丈夫か？ああ。とりあえず落ち着いた方がいい。ここは騒がしいから場所を変えよう。皆さん、こいつはタクム。デュエルアバター名はシアンパイルって言うんです。どうもよろしくお願いします。それでタクム君、一体何があったんだ？実はベルが、じいちゃんがイエローレディオに囚われてるんです。んだと？ちょうど奴の話をしていた。奴は氷山のフィールドにあるダンジョンに陣取り、じいちゃんを拘束しました。それで僕にマスターたちを呼んでくるよう指示してきたんです。すみません、ちいちゃんの喉元に刃を突きつけられ、僕は奴の言いなりに。いや、君は悪くない。急いで我々を探しに来てくれたのだろ。ウィンドウも世界の状況も把握する余裕すらないほどに。くそったれ。なるほど、さっきの話につながるな。イエス、火の王は幻惑の技を使う。例の氷山フィールド中央にある神殿風のダンジョンだね。よし、そのベルという子を助けに行こう。え？仲間なんだろ。キリト、すまないな。ハル、この人たちって？それは行く途中で話すよ。その神殿への道案内を頼む、タク。分かった。なるほど、そんなことがあったんですね。ああ、だから君も協力してくれると助かる。もちろんです、キリトさん。僕はマスターの命にはどんなことでも従うつもりですし、ちいちゃんの救出にこうして協力してもらってる以上、恩返しもさせてほしいと思っています。真面目なやつだな、ファイルは。よろしく頼むよ、キリトさん。どうした、シルト？キリトさんの役に立ちたいんです、私。その、だから、精一杯頑張ります。シリカ、ありがとね。頼りにしてるよ。はい。きっとピナも、私と同じ気持ちです。お、そうか。ピナも頼りにしてるぞ。しかし、いっぱい投げてやるぞ。キリトさんが、ピナの頭を。あの、キリトさん。その、私の頭も。え？いえ、なんでもないです。やばっ。すんなり入れたな。ダンジョンへの侵入を妨害していた幻惑は取り払われたでいいのか？むしろ我々はレディオに招待された。見えすいた罠だと考えるのが自然だな。そのイエローレディオってやつの幻惑の力はどれくらいのものなんだ？このエルオにも確かに原始の魔法とか視覚的なデバフ効果はいくつかあるんだが、フィールドに効果をもたらす特殊能力なんて正直聞いたことがない。確かに奴の技の効果範囲が広がっている気がするな。
もしや、あの力で強化している？あの力？ああ、これはブレインバーストでは禁忌であるが、キルトたちには言わねばなるまい。真意、インカーネイトシステムについてな。真意？我々はそのシステムを用い強力な技を使う。それはいわゆる機能として認められたシステムではなく、ブレインバーストの中でバーストリンカーが独自に編み出した技の使い方と言ってもいい。システム外スキルってやつか。ああ、その通りだ。具体的には自称の上書き、オーバーライド、バーストリンカーが強いイメージを想像することでそれに近いことが発現される。自称の上書き、思いの強さが力になるってこと？そりゃ大したもんだな。未来の接続端末はそんなに進化してるのか。でもよ、システム外スキルなら霧の字だって使えるんじゃねえのか。ああ、スキルコネクトか。あれは反応速度と反復行動による技術的な代物と思われがちだが、確かに一番大事なのはイメージだからな。重心の乗せ方や角度の調整、些細なことを意識するだけでもバーチャル世界の結末は変えていける。イエローレディオには幻惑の力を新技で強化したものがある。そして奴の幻惑で最も恐ろしいのは、相手の心の隙間をついて揺さぶりをかけてくること。なあ、木の王が仮に偽物だった場合、それでもその新技を使えるのか。少なくとも私の偽物は同等の技を使ってきてたな。新技を使える素体をそのままコピーしてれば難なく使えるということだな。プレイヤーの信念により成立するのが本来の新システム。あんな怪物じみた連中に使われるのは忌々しい話だが。このイラつく高笑いはイエローレディオ。のこのこと現れてくれましたね、赤の王、そして黒の王。早く私の元にやってこないと、あなたの大事なお仲間のバーストポイントが全損してしまいますよ。貴様、チオ！木の王、許さない。バーストポイントの仕様が変わっていることを知らないようだな。奴はおそらく。てめえ、どこに嫌がる！さっさと姿を現しやがれ！赤の王、あなたもよくよくバカですね。姿を見せるわけないじゃないですか。いいからさっさと来てくださいね。ただ最初にお断りしておきますが、あなたたちが予想しているようにこれは罠です。勇猛と無謀、身長と臆病さを見極めながらいらっしゃってくださいね。なんだ？キリトさん、残り時間が表示されています。言い忘れましたが、このダンジョンは時間制限付きです。入り口でもたもたされても退屈ですからね。時間内に王の間を目指していただきますよ。無様に慌てる姿を存分に見せてくださいね。ではまた後ほど。皆さんが生きていればの話ですが。どこまでも姑息なやつめ。みんな行くぞ、王の間を目指すんだ。さあおいでなさい。薄気味悪い笑い声だ。不愉快極まりないな。